ささぎりクラブの和浜です。今日は、ちょっと法をまた切ってみようかなと思ってます。これは関所という形ですが、その中に法を、切ってみようかなと思ってます。では今日もよろしくお願いします。切っていきます。では次に頭の形を取っていきます。今なんでここまで切ったかというと、僕のイメージとしてはここにこういうような形をつけて尻尾と連動させたいみたいな、そんなイメージでここまでちょっと切りました。首の形がまあ分かるようにというか、あと、次こっち側に羽をまたつけるんですけど、その胴体の部分と羽の向こう側が一応境界になっているイメージでこう切りました。細かい線はまた後で入れるんですけど、まあとりあえず大きな線というか、まあこの尻尾の部分ですね。なんとなくこういうイメージで。で次もう一個の羽切っていきます。感じです。2枚一応羽ができました。で次は尾っぽの方切っていきたいと思います。一本完成しました。もう一つつけようかなと思ってます。尾っぽを二つ、切ることができました。で一応これで大幅な形はできたんで、次に、細かい、線というかそういうものを飾りを入れていきたいと思います。一応そのままだと、
まだちょっと寂しいんで、ここに鳳凰っぽい、こう尾びれの線だったりとかそういうのを今から入れていきます。まず頭の装飾からやります。後ろの方を抜くのと、柄を入れるので、こんな感じになりました。一応、まあ、この羽の上、ここの背後をまあ抜いて、この下は一応炎をイメージして、こういう風に切りました。で、一応、まあ、これで鳳凰、完成です。ちょっと見づらいかな。ちょっと待ってくださいね。こんな感じです。一応、そうですね。おそらく笹で抜くのは大丈夫だと思います。実際に、この、多分この、こういう細かいのが難しいと思うんで、こいつは僕は笹で実際に切ってるので、おそらく笹でも抜けると思います。ただ時間はすごいかかると思うんですけど、はい。一応それで、まあ本日は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。参考に、皆さんもこういうのをまた来てみてください。今回は以上になります。ありがとうございました。